はい、こんにちは、高井です、昨日ですね、動画で、もう流してるんですけれども、正月太り解消の1ヶ月の筋トレ塾を開こうと思います。で、どうやってやるかというとですね、この、iPhone とか Android のアプリでランタスティックというアプリがあるんですけれども、それの、スクワットと、腹筋と腕立てと懸垂の、アプリですね。この4つを使いながら、毎日 YouTube と、あともう一つリアルプレイというのが、僕チャンネル持ってるんで、そっちの方でも流しながら、一緒にトレーニングを頑張っていこうという企画を、やりたいと思います。で、今回はそのランタスティックさんの協力があるので、豪華プレゼントをですね、応募者の皆さんには、当たるようにしようと思いますので、トレーニングが1月15日か2月14日ですね、この1ヶ月間でして、2月15日か2月21日の1週間でそのプレゼントの応募フォームというのを、開示しますので、そこから、申し込むようにしてみてください。なかなか筋トレってこう習慣になりにくくって、途中でやめちゃう人とかもいると思うんですけれども、まあ、こういうね、楽しいアプリでゲーム感覚で、やれるっていうのはすごくありがたいなと思ってまして、後から紹介するんですけれども、やってて楽しいし、またやりたいとか、記録を塗り替えたいというような風に思えると思うんで、ぜひ、この1ヶ月間ですね、楽しみながら一緒に筋トレをしていきましょう。はい、まずはですね、腹筋のアプリの紹介からしていきます。この腹筋のアプリを押して、画面が立ち上がります。この時音が出るような設定にしとくといいです。で、トレーニング開始とセッション記録というボタンが2つありますね。で、トレーニング開始の方を押すと、決められたセット数、回数、休憩時間をこなしていくというモードですね。で、隣のセッション記録っていうのは、自分の最高の回数を、出していこうというようなモードになりますので、このセッション記録という方を今回押してみます。 Get ready. そうすると英語でカウントダウンが、で、腹筋実際にするとこれ持ってやるんですけど、腹筋の動きをすると自動的にカウントしてくれます。で、キリのいいところの回数だけ言ってくれますね。10回目とかですね、10回までやってみます。10と言ってくれますね。でも限界やったらこの停止のボタンを押します。はい、そうするとこういうふうに終了の画面になります。Tough times don't last. Tough people do. よく頑張りました、全力を尽くすのみと出てます。で、実際にこれ使いながら今からトレーニングしていきます。はい、では実際に、ランタスティックの腹筋のアプリでトレーニングしていきます。胸の前ぐらいで持っとくといいです。今10回、切りよく20回までやります。20回ですね。あ、
で、これで新記録達成というふうになってます。 Congratulations, you've set a new record. で、20回達成したんで、こういうふうにバッジをもらいました。こういう感じでゲーム感覚でできるんで、あと1回頑張ろうとか、あと10回頑張ろうとか、新記録を達成しようとか、このバッジをもらおうとか、そういう話で、自宅にいながら楽しくできます。で、今の Facebook とか Twitter とかにもつぶやいたりできますので、友達とかと競い合うのも楽しいかもしれません。で、このランタスティックの腹筋のアプリの面白いところはですね、セッティングのところでこの音声フィードバックというのがあるんですけど、今オンになっていますね。で、今英語でカウントしてくれた女性の声、これを変えることができるんですね。今英語なんで、その下がドイツ語、その下がスペイン語、イタリア語、フランス語っていう風になってます。フランス語で一回やってみましょうか。これでワークアウトをやるとどうなるか。フランス語ですね、当たり前ですけど。なんか言いましたけど、どういう意味なのか分かんないですけど、10回までとりあえずやってみます。10回やっても何も言わない。アブドミノン。ce n'est pas le moment d'abandonner。何言ってるか分かんないですけど、とりあえず20までやります。はい、これで一回停止しますね。まあ、これで20回やりましたと。で、なんかフランス語で言うてくれますね。まあ英語の方が分かりやすいからいいかもしれないですね。という、まあこんな感じで、楽しみながらできるんで、いろんな言葉と、いろんな人を選んでですね、楽しみながらやったらいいと思います。僕ちょっと英語しか分かんないんで英語にしておきます。英語もわかんないですけど、で、さっきの20回達成のバッジとかですね、こういうのも見ることできます。これでいくと次60回でバッジがもらえるみたいですね。で、トレーニングレベルを達成するとまたもらえますよっていうのが出てます。まだ取ってないのがいろいろありますけど、まあ、一番やっぱり人気あるのがこの腹筋、あとプッシュアップも人気あるみたいですね。この懸垂のプルアップが一番、人気がないみたいです。こんな感じです。はい、で、こういうふうに、アプリを僕の場合4つダウンロードしてますけど、腹筋、腕立て、スクワット、懸垂ですね。この4つの中から自分がやるやつだけでいいんでダウンロードして、置いてください。で、あとですね、ランタスティックというふうに Google で検索したらですね、ランタスティックの画面が、出てきますので、今ログインしてる状態なんですけど、ランタスティックのホームページからログインして画面に入ります。これ管理画面ですね。で、今データ読み込み中ってなってますけど、ここのところにですね、自分がいつ何回トレーニングしたかっていうのが出てきます。
であとこのアプリの統計っていうのも出てきますね、一番やっぱり腹筋やってる人が多くて、懸垂やってる人はもうほとんどいない状況ですね。スクワットも少ないです。でここにリーダーボードっていうのが出てきて、1位の人は腕立てを3,946回やってますと。僕まだ113回ですね。こういう感じでトップ3表示されまして、自分の順位っていうのも見れます。今僕やったら 49,629 位ですね。これはどんどん上になるように頑張っていこうと。懸垂やってる人は少ないんで、懸垂やったら一番早くトップになれるかもしれないですね。これも一つのね、ゲーム感覚で非常に面白いと思いますんで、アプリダウンロードしたら、ランタスティックのホームページから、管理画面にログインして、いろいろ見てみましょう。はい、今日はランタスティックの、アプリの使い方とかですね、管理画面の方まで紹介しましたけども、このアプリの、ダウンロードの仕方とかですね、管理画面のログインの仕方とか、ランタスティックに関してわからないことがあったら、何でもこの動画の、コメント欄かですね、直接私の Facebook とか Twitter とか、そっちの方に質問してもらったら、答えるようにしますので、ぜひわかんないとこがあったら聞くようにしてください。でこれ、使うと本当にめっちゃおもろいんで、楽しみながらですね、まあ、1ヶ月毎日やるっていうのは、正直言って結構大変やと思うんですね。でも各種目ですね、1日10分で十分できると思いますんで、1日10分だけですね、筋トレの時間を作って、自分の記録をね、塗り替えていけるように、ゲーム感覚で楽しめるんで、これでぜひですね、今年は本当にいい習慣を身につけて、いいライフスタイルにしてですね、いい人生にできたらいいんじゃないかなと思ってます。じゃあこれから、この1ヶ月の、正月太り解消のですね、筋トレ塾をやりますんで、どんどん盛り上げていきたいんで、皆さんいろんなところに拡散とか、コメントとかですね、してくれると、大変嬉しいです。でリクエスト来てる分、まだ動画にできてない分もあるんですけど、この筋トレ塾の中で、緩和球大としてちょっと入れていこうかなと思ってますんで、リクエストの方も、引き続き、いろいろいただけるといいなと思ってます。じゃあ皆さん頑張りましょう。イエーイ。